さあ今日も始まりましたポンコツおじさんの、クッキングチャンネルで、今日はこれ見てください。ちょっと最初から映ってるんですけど、ドイツのあのタークの鉄フライパン買っちゃいました。ポンコツおじさんのステップアップを目指して、ちょっと道具をね、こだわりも入れてみようと思って、この鉄フライパン買ってみました。今日は、シーズニングの仕方ご紹介したいと思います。まずそれでは汚れを落としていきます。まず単純に中性洗剤で綺麗に油で錆止めが塗ってあるんでね、落としていきたいと思います。よし、じゃあこれで錆止めとかね、油分取り除いたと思われますので、火にかけていきたいと思います。はい、それでは火にかけていきます。カッチカチに温めていくので、まず最初はマックスでいきたいと思います。はい、ちょっとカメラで色の違いがちょっと見られるかどうか見にくいかもしれないんですけれど、今煙がまあ上がってきて、黒っぽい鉄のイメージから、青コバルトブルーのような青さが帯びてきて、で今さらに中心部から白くなってきてるような感じですね。ちょっとそこの方は色今明らかに変わってきているんで、ですね、はい、どんどん焼いていこうと思います。はい、ヒーター使ってね、シーズニング焼き入れをね、試みたんですけれども、底面は焼き入れできます。ただ、このねヘリの部分とかが全然太刀打ちがないんで、結局ね、僕もあれですね、カセットボンベですか、鍋とかす、する時に使ったりするやつを使って結局しました。でなんだかんだね、多分10分15分あっさりかかっちゃったと思うんですけど、それでは、もう焼き入れ完了したと思うんで、まあ、ちょっと画面で、見えるか映ってるかどうかが微妙なんですが、明らかに最初の鉄のね、黒肌の部分が、もう最初コバルトブルーに青っぽくね、熱入ってきて変わって、でその後イメージ的にねほぼ白身がかった感じのお肌に変わったのが、目視では確認されます。そこまでいったら完了だと思いますので、一つの目安にしていただければと思います。それでは、ちょっとね冷却して、冷却というか、まあ、自然ね冷却、空冷というか、まあ、除冷というかをしていきたいと思います。はい、それでは、焼き入れ終わったんで一回洗っていきます。中性洗剤をつけてね、ちょっと最後の
油分を飛ばしていきたいと思う。油分っていうか、まあ、不純物ね、不純物飛ばしていきます。ではこれで火にかけていきたいと思います。はい、じゃあまた強火、じゃあ中火ぐらいかな、中火にして、火にかけていきます。あちっ、結構乾いていくのが映ると思うんで、完全にね乾かしてから油を入れて、まあ、鉄に油をなじませるというか、まあ、はい、その工程に入っていきたいと思います。絶対にきちっと乾かしてください。はい、乾きましたが次に油を入れていきます。ちょっとたっぷりめに、たっぷりめで入れてください。別にね、こんな風にキワキワまで攻めなくても、キッチンペーパーかなんかで、ね、拭いてもいいですけど。よく塩とか入れて油なじませるのがいいっていう人もいると思うんですけど、ちょっと僕的に鉄に塩なんで、まあ、油ちょっと納得、理にかなってないような気がして、ちょっと僕は塩入れない派ですね。一度なじましたらですね、これちょっとこの中に油を一回戻します。はい、そしてちょっとね、この側面とね裏面を今ちょっとね、これ裏面も全部塗りました。でここでもう一回ね、火かけていきます。そしてさっき入れた油をまたちょっと戻して、こうやってね、油こうやってシーズニングっていうか、なんだろう、料理終わって洗った後ね、またこうやってすると洗って油油分が取れちゃって、またこう油鉄にね、油染み込ませるときに使ったりするんで、まあ、ちょっとこうやってね、油なんか
あんまり普段使わないものに入れておくといいと思います。はい、こんな感じで、油がもくもく気味に立って、油をなじまして、シーズニング終了という形になります。はい、じゃあまた後でね、初めての鉄フライパンで焼く目玉焼きシリーズをやってみたいと思いますんで、またよろしくお願いします。今日はここまでです。